久保さん今回あの、40歳から太りますよと。まあ、吉谷さん太りますよみたいな、なんかそういうタイトルしとくんですけど、なんかね、昔結構言われたんですよ。いや、今だけですよと。20代の頃かな。いや、40になったらね、あの、腹出てきますよと。今だけですよと。気をつけた方がいいですよと。あの、僕、あの、全く出る気しないですね、腹が。 まあ、まああのしあののし割れてますから腹腹筋 <laughs> こう腹筋ね割れてるんですよあ見ないで,しょあれですけど <laughs> あの全然腹出る気しないですね <laughs> だから1日一食ぐらいなんで僕うん三食は食べないですね だからその当てはまらないんですよね。多くの人に当てはまるかもしれないけど、僕に当てはまらないと。そう。うーん。だからその、久保さんがね、そのお金の話しててね、よくそのお金を持つとね、あの、お金に、その目がくらんでおか、あの、破産しますよ、みたいなね。まあそれは一部いるでしょう。でも久保さんに当てはまらないですよね。僕も当てはまらないと思います。 僕がお金に狂うってうことはないですね。逆に、久保さんが言う通り、どんどんシビアになるっていうね。お金を稼ぎ、おあ、風呂が沸きましたね。お金を稼げば稼ぐほど、お金を勉強すればするほどお金にシビアになると。うん、今度ね、久保さん、僕あの、沖縄からね、熟成さん来るんです、遊びに。泊まりで。来週か、来るんですけど、 そのね、やさんっていう人、まあ、やさん、久保さんのところも行きましたね。まあ、僕も沖縄行って、ね、今、沖縄移住してるんですけど、やさんが、あの、沖縄行った時に、吉田さん、携帯代いくらですかみたいな。ニヤニヤしながら僕に見せるわけですよ。で、やさん、月収2、300万稼いでる人なんだけど、月収2、300万稼いでるんですよ。で、ニヤニヤしながらね、携帯代を僕に見せるんですよ。今月僕、2000円ですよ。<laughs> みたいなね。 <laughs> LINE モバイルで2000円ですよみたいな <laughs> どうですかね2 3 0 0万稼いでる人が携帯代2000円でニヤニヤして自慢してくるっていうね <laughs> 久保さん2000円安くないですか携帯代 <laughs> まあ久保さんはね携帯から10万ぐらいねあの収入得てるみたいですけど <laughs> だからねなんか本当の お金を勉強して、お金を本当に稼ぐっていうことを意識している、本気でなんか向き合ってる人は、僕本当にどんどんシビアになるんじゃないかなと思うんですよね。うん。そう。おけ、お金と真剣に向き合うっていうことをやっていると、まあシビアになるのは当たり前かなっていう。まあその、研ぎ澄まされていく。うん。これは必要。いや、これは不要。 ここにはお金をかける。ここには一切金かけないとかね。もう本当明確にシビアになってくる。でも逆に言うと、お金が稼げない人ってお金にだらしないというか、そこがシビアじゃない。うん、なんか、あのー、なんだろうな。まあ、無駄遣いをしてしまう。 だから、久保さんがその、まあ、プロジェクターのこの前話したんですけど、久保さんがね、察してると、察してくれましたけど、まあ、久保さんがね、吉田さんもプロジェクター買う時点でそれをどう回収するか考えてるでしょうと。いや、考えてますよ。なぜそのプロジェクターを選んだのかっていうのも、その先の、もうその回収のね、あれも考えてるんで <laughs>、こういうふうにやっていこうとかね。うん。だから、なんだろうな。お金と真剣に向き合えば向き合うほど、 本当にお金にシビアになるかなと思いますけどね。うん。だからまあ、まあ、久保さんとか僕の元にいろんな質問が来るんだけれども、まあそれを久保さんと僕に当てはめないでくれと。<laughs> ね、顔出しせずにできませんかって顔出ししてる人に質問してどうすんねんと。<laughs> 僕2万本以上顔出しして本名さらしてやってんすよ。 <laughs> それを僕に質問するっていう、顔出しができないんですとかね。いや、まあ、顔出しして生きてるやん、そもそもっていうね。顔出ししてコンビニ行ってるやんっていうね。久保さんのの、面白かったですけどね。いや、顔出ししてコ,コンビニ行っとるやんけ、みたいなね。<laughs> そもそも論として。うん。なんかまあ、面白いですよね。うーん。なんか、うんなんか不都合の心理というか、あの、 何なんですかねこれね。うん。世の中の七不思議ですよね。<laughs> ネットビジネス七不思議みたいな。なんかインターネット、ネットビジネスってなると、なんか、なんか、そうなる。なんか、こそっと稼ぎたいとかね。うん。なんか、サポートせず稼ぎたいとか。うん。なんか、なんだろうな。 なんすかねなんか、なんかなん、なんかなんでしょうね。<laughs> まあ僕もね、15年前は、まあ思ってた時期もありますけどね。でも勉強すればするほど、あ、これちゃんとやらんとあかんなってなるんで、まあお金と一緒ですよね。やればやるほど、あ、これちゃんとやらんと勝てへんぞと。まあそりゃそうですよね、ライバルいるんだから。<laughs> しかも、一発屋ではなく、永続的に継続的にずっと稼ぎ続けるためには、 ちゃんと発信するっていうこの基本ベースはもう趣旨する。それはそうですよね。あの、例えばイチロー選手ももう40後半50ぐらい、何歳で引退した結構な長い期間メジャーリーグでこうね、戦ってきたわけなんだけども、その基本の準備運動とかずっとやるじゃないですか、トレーニングもやるし、ね。 その,そ,のそのね、メジャーリーグで戦っていくっていうところで、体作りなんか基本でしょそれやらなくなる。無理ですよね、打てないですよね、そんな。だからその、永続的に継続的にやってるんだったら、基本は絶対必要なわけですよ。だから今、あのパラリンピックとかね、またやってますけど、久保さんが好きな、嫌いなね。<laughs> じゃあ、そのオリンピック選手とかもね、このまオリンピックやってましたし、今パラリンピックやってますけど、 どんなに一流になっても、マジで基本練習をやりますからね。無しません、ね、どんな一流選手になっても、基本練習をやりますよ。マジで。<laughs> 逆に言うと、一流選手になればなるほど、基本が研ぎ澄まされていくって、基本、基本の体作りに研ぎ澄まされていくっていうね。でも、初心者の人ほど基本をおろそかにするっていう。これ結構いいんじゃないですか、久保さん。初心者の人ほど基本をおろそかにすると。 でも上級者になればなるほど基本の大切さ、基本の重要度、あのそれがすごく研ぎ澄まされて大事にそれを、まあ、趣旨してやっていくっていう。うーん。だからやればやるほど何が大事かって見えてきますよね。はい。いってらっしゃい。